さあついにスポーツ庁長官室伏広治氏のもとへ行きたいと思います。ふう、私のね宿命のライバル室伏広治ですよ。最強の生物、地上最強の生物、怠慢ですよ。今日は緊張するわ。ほう、見てください、長官コミッショナージャパンスポーツエージェンシーって書いてます。こちらです、行ってみましょう。失礼します。あ、早速室伏広治のあの写真ね、あれいろんなところで見るね。いろんなところで見る。あ、どうもお疲れ様です。お邪魔します。あ、長官ありがとうございます。あ、長官ありがとうございます。はい、ちょっとお願いします。お邪魔します。失礼します。はい、さあ今からお呼びがかかるそうです。少々お待ちくださいね。なるべくしてなった感じがあるね。スポーツ選手もやっぱりね、室伏広治が長官だって言ってやっぱり文句言う人いないもんな。もうだ、競技を超えて認められてるもんね。あの人はすごいって言ってね、彼のトレーニング理論もやっぱり多くのアスリートたちがね、今もオリックスの吉田正尚選手とかね、室伏広治選手のところに行ってその後ホームランを取ったりしてますもんね。一個年下なんだけどな、先輩にしか見えないんだよな。準備ができたようです。行ってみましょう。はい、どうぞ。失礼します。どうぞ。おびっくりした、やられるかと思った。どうされました？やり持っちゃって。どうもご無沙汰しております。武井さんが十種競技だから。合わせていただいたんですね。ありがとうございます。今日はよろしくお願いいたします。さあご紹介いたしましょう、現スポーツ庁長官を務めていらっしゃいます室伏広治長官でございます。はい、よろしくお願いします。お願いします。いや、今日お時間ありがとうございます。今あのスポーツ庁の各部署を回らせていただいて、どんなお仕事をしているのかを伺ってまいりました。ありがとうございます。最後に室伏長官とそうですちょっとあの対談させていただければと思っております。ありがとうございます。よろしくお願いします。楽しみにしてました。ありがとうございます。私の宿敵でございます。長年のライバル、僕が勝手にね戦ってるだけなんですけど、親父には、はい、ね、お父さんには、はい、お願いしました。びっくりしました、あの時は。今日は本当に出てくると思わなかったです。お父さん、また第2回やろうって。あ、そうです、はい、その時はよろしくお願いします。はい、とりあえず今日はよろしくお願いします。はい、では、はい、それではスポーツ庁長官室伏広治さんに、お話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。室伏長官、ご無沙汰しております。ご無沙汰します。いや、やっぱりとんでもない迫力がありますけれども、今あの日本のスポーツの統括するスポーツ庁の長官として活動されてますけど、長官のお仕事っていうのは普段実際どんなことをされてるんですか？はい、まあ、日中はあの登庁しまして、スポーツ庁の文部科学省の建物の中にありますけれども、さまざまなスポーツに関係する、まあ、行政の仕事をさせていただいてますけれども、あのもうご覧にそれぞれの会に行っていただいたと思いますけども、まあ、こういったさまざまな課で取り組んでいることを全体をまあ見ながらですね、まあ、特に今はですね、今後向こう5年10年先のスポーツ、日本のスポーツの在り方、日本がまあスポーツによって、ね、どう社会にスポーツが還元していけるか、まあ、こういうことも含めまして、まあ、行政のそういった、仕事ですね。ですので、ね、あの国家公務員ですね、はい、ここっていう立場をやってます。ね、アスリートとして活動されて、あの大学の教授とかもされていらっしゃいましたけど、それからこのスポーツ庁っていうその、
ね、行政に入ってきた時っていう、はい、あの入っていくということなんですけど、はい、どうですか実際にそれをこうご自身で体験してみて、うん、日本のスポーツっていうのは今後、はい、未来どんな風に変わっていくべきだなって感じますか。そうですね、私前職がちょうどオリンピック・パラリンピックの方の組織委員会の方で、はいはいはい、7年ぐらいお世話になってですね、はい、で延期になってしまってですね、そうですね、なので延期するとタイミングでですね、うん、まあ、こちらの方に移ってと、はい、いうことで、その間もですね、6年半7年にわたってその組織委員会の、中で大変いい経験をさせてもらって、それはまあ民間企業からも来てますし、はい、まあ、数千人規模の組織だったんですけども、うん、行政も国からもいろんな省庁からも来ていて、また東京都ですね、はい、都の、方からも出向でたくさん来ていて、はい、だ日本のそういった民間も行政も合わせて本当に多くの人がですね、はい、携わって、オリンピック・パラリンピックの準備に当たっていてですね、そこでの経験が随分生きたんじゃないかなって気がします。ああ、で、なのでどういうふうに、まあ、仕事を、まあ、仕事も、まあ、慣れないながらさせていただいてましたけど、はい、まあ、前長官が素晴らしい、鈴木長官が素晴らしい方だったので、はい、まあ、そういうのとても及ばないんですけど、でも、まあ、そういった組織委員会での経験が、まあ、多少その行政でどうこう、うん、物事を進めていくかとか、うん、まあ、そういったところでは人脈も多くできましたし、はい、いい経験になったと思います。はい、で、まあ、ここに来て、どういうことをするかっていうことですけども、うん、もう多岐にわたってその今もうそれぞれの会を紹介していただいたので私が言うあれではないんですけど、はい、ただスポーツは日本にそのスポーツとしての文化をしっかり根付かしていくことだと思うんですね、はい、ヨーロッパなんかに行って、前もお話したかもしれませんけども、うん、スポーツクラブなんかに行くとですね、若い人から高齢者までみんな、楽しんでですね、うん、そこにはトップ選手もいたり、うん、してそういう中でですね、スポーツを楽しんでる姿を見て、まあ、こういう姿こそ本当に、日本でもね、なっていくべき姿だなというふうに思ってまして、なのでスポーツが、心と体の健康にも、ね、寄与するものだと思いますので、はい、まあ、こういったものをどう皆さんに、取り組んでいただくかというところも大変重要な施策の一つですね、うん、なるほど、うん、長官から見て今の日本のスポーツ界もしくは、うん、日本人におけるスポーツというものはどんなふうに見えてるんですか。まあ、でもフェンシング協会の会長もね、はい、はい、ありがとうございます、はい、競技団体もすごい頑張っていただいてですね、中央競技団体で普及もすごいされてますよね、はい、でフェンシング協会は特に本当に素晴らしい、ね、太田前会長からまた受け継がれて、普及も、ね、の自治体との関係者の皆さんとやってますけども、はい、やはりこういったいい取り組みをどんどんこう推進していってですね、競技スポーツだけじゃなくて楽しむスポーツでもありますよね、はい、そうですね、なのでどんどんこういった普及をしていってですね、いかにしてこう垣根をこう下ろしていってみんなで楽しめるスポーツにするかと、障害を生む方あらず、また若い人から高齢の方まで自分のペースで体をね、体力を維持するっていうことは大事なことだと思います、うん、なるほど、なんかそういうこうね、幅広くいろんな年齢の方が楽しむ、まあ、一日楽しむ段階からもこうスポーツをっていう、まあ、より広く浸透させていこうっていうお言葉をね、世界最強の生物となった室伏長官からいただくっていうのはこれ貴重な機会ですねどうですか長官、まあ一般の方々もスポーツこれからどんどん楽しんでほしいと思うんですが、やっぱりこうアスリートの皆さんはですね、やっぱり最強のアスリートになるためのやっぱり室伏長官からの一言をいただきたいだろうなと思うんですけど、はい、最強のアスリートになるためにはどういったことが必要ですかね。まあこれはまあやっぱり楽しんでね、
楽しくないとですね続かないものですから、まあ確かに体を動かしたりするとちょっと筋肉痛になったりとか、ね、まあ、することもあるかもしれませんけども、まあ、無理をしちゃいけませんけども、うん、でも楽しんで自分が向上していくことを楽しんでですね取り組んでいくことが一番大事なことだと思います。室伏長官のやっぱ現役時代の壮絶なトレーニングのあの映像とかを見るとあれを楽しめていたんだと思ってとんでもないんだと思うんですけどまあそれは楽しい、まあそれを言うとね、まあ、まあ厳しいことも厳しいこともあった、まあまあ楽しいって言ってもね、はい、やっぱり乗り越えなきゃいけない厳しさがあってね、うん、まあ特にアスリートは極限までやらなきゃいけないですから、そうですね、またちょっと違うところもあるんですけど、でも、はい、その中でも自分を向上させたいっていう楽しみは見つけられると思うんですね、うん、大変な中にも、うん、まあそれなりのやっぱり楽しみがないと、なるほど、やっぱり苦しみに乗り込むにはやっぱり自分が確実に成長していってるっていうその手応えがあればこそですよね、うん、ただ辛いだけでね、うん、でもしょうがないですからね、やっぱりそれが自分があなんか実感があるなと今おっしゃって、うん、持つことは大事なことですよね。なるほど、やっぱりこう僕室伏長官も僕お父さんにも重信さんにもお話伺いましたけど、さまざまなやっぱりアスリートたちが頂点を目指すため の, 、うん、あの室伏家のメソッドみたいなものを僕はもう本当に世界に残すべきだと思ってるんで、いつかぜひそのあたりのトレーニングに関しての話もね、ぜひご一緒させていただければと思ってますので、ぜひその時もまたよろしくお願いします。もうそれも準備されてますから、いつでもまた来ていただきます。本当ですか、ありがとうございます。じゃあ続編もありということでよろしいでしょうか。皆さん見ていただけるならばぜひよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。こうフェンシング協会ですね、お受けなられて、はい、またコロナで大変な中で、ね、はい、フェンシングなんかも、防具を着て、ね、やらなきゃいけない中で、はい、まあ、どういった、まあ、普及もそうですし、トップアスリートにもどういったところで気を使われたのかなっていうことで、フェンシング協会、フェンシングはやっぱり非常に参入障壁の高い競技で、うん、やっぱりフェンシング場っていうもの、僕生まれてから本当に48歳になるまで、うん、一度も行ったこともなかったし、これだけスポーツ好きなのに触れたこともなかったぐらい、やっぱりこう場所もなければやってる仲間もあんまりいないっていう競技なので、やっぱり中に入ってみてまず感じたのは、ああこれはまずフェンシングを始めるっていうところの、まあ扉が重いなと。なかなかその扉もどこにあるかもわからないし、これはもう本当に知っていただくとか触れていただく段階でもうハードルがあるなっていうのをすごく感じたんですよ、うんうん、だけどもやっぱりこうやってるメンバーたちはお父さんだったりとかお母さんだったりがフェンサーで、でそのまんまフェンシングをやってる場所に連れてってもらって始めた子が結構多くて、うんうん、日本選手権のこう決勝に残ってる子たちとか、うん、日本選手権出てる子たちも大体元フェンサーの方の お父さんお母さんのジュニアの方が多くて、うん、だからなかなかこう外に広がりが持ちにくい、まあ、ピストが必要だったりとか施設が必要だったり防具が必要だったりとか剣が必要、電飾が必要みたいなことがあるので、陸上みたいに競技場行けば走れるみたいな競技とやっぱり全く違う土壌だったんで、すごく戸惑いましたけど、もうでも派手なことをやってもやっぱりやる場所がなければ、触れられる場所がなければやっぱ広まらないっていうところが一番見ての感想だったので。沼津でやってますよね。沼津に一つ F3 ベースというのがあるんですけど、でもそれがやっぱり同じような施設がやっぱり全国にないと、なかなかね、陸上競技場は各都道府県にいくつもその場所があって、学校でもグラウンドでもできたりとか、トレーニングはどこでもできるっていう状況がありますけど、あと部活があるっていうのが非常に大きくて、なかなかフェンシング部活も限られた学校にしかないという状況なので、なんとか教える人もね、そうなんですよ、うん、だからなんとか手軽にみんながフェンシングを楽しめる、で剣と剣を持ってお互いにこう相手の隙をついて突くっていう作業を何かもっと手軽にね、だから今はそのフェンシングの手前の
あのおもちゃだったりとかゲームだったりを開発して、うん、でさらに無料でこうフェンシングを楽しめる場所っていうのを増やしていこうっていうところに注力してるんですけど、うんうん、ちょっと時間はかかると思うんですけど、ね、長期的に、まあでもメダリストはね、そうですね、この間の金メダリストがいますから、はい、また、ね、盛り上がっていいですね。そうですね、彼らがちょっとあの広めてくれるあの先駆者になっていただいて、あのどんどん全国に愛好家が増えたら嬉しいなと思ってますけど、はい、あと話が戻っちゃうんですけども、はい、各カー 見てどうでした？いや本当になんか印象に残ったカーありましたか？まあ、どれかっていうことは、ね、あれでしょうけども、そうですね、うん、あの地域振興でしたっけ、あとかはあのスポマチの、ね、表彰でご一緒させていただきましたけど、やっぱりその地域地域にこうスポーツを通して何か新しい施策を生もうっていうこととか、あのそこはやっぱり我々もあのいろいろな地域にフェンシングを通してとか、まあ、陸上もそうですけど、スポーツを通して何かつながりが持てるとか、そこであの地域の方々が元気になれる施策をするとか、そういった僕らがあの競技としてやってる練習して競技会で成績を出すっていうところとはまた一つ離れた、うん、あのところだったり、あとあのなんだろう、スポーツインライフみたいな活動、はい、とにかくあの一般の方のスポーツ、体を動かすっていうことは全部スポーツだっていうところの観点から、うん、本当に競技会の、まあ、オリンピックのトップアスリートから本当に今日ジョギングを楽しむみたいな、ね、散歩を楽しむみたいなところまで全てをこうカバーされてるんだなっていうのがすごく、はい、印象に強く残っていて、はい、僕らどうしてもアスリートなんで、うん、やっぱ競技会のイメージがすごく強くあるんですけど、うん、やっぱりそうじゃないマーケットがまだまだ全然掘り尽くせてないところがきっと日本にはあるんだろうなっていうのを大きく感じたので、そのマーケットが広がればもしかしたら我々の競技団体ももっと豊かなものになるかもしれないっていうふうにすごく感じましたね。いかがですか？いや、それは素晴らしいです。あの本当に草の根のスポーツが、ね、大切ですので、はい、あのオリンピック・パラリンピックももちろんそうですけども、うん、多くの方が本当に親しんでいただくっていうところが、ね、はい、大切な、うん、まあ、あとはあの、まあ、コロナでですね、自粛期間中に体調崩してしまったりとか、はい、体重オーバーになっちゃったりとか、はい、そういうまたメンタルの問題、うん、結構出てたんですね、うん、閉鎖的なあの空間の中で、うん、ずっといてね、うん、とかなんで、まあ、そういう中でもやっぱり運動やスポーツをすることで、まあ、心身ともにこうバランスよくね、うん、あのこう生活できるようになると、またクオリティライフも、ね、はい、高まってくると思いますし、やはり物質的なそういったあの、ね、ものも大事ですけども、やはり自分で、体を動かしたり、うん、アクティブになって、で、あの健康を、ね、増進する、これも、ね、あの自分で獲得する幸せの一つだと思うんですよね、うん、で運動すると幸福感も出てくるっていうことですし、うん、まあいいことはたくさんあるんですけど、でもそれでもやらない人はやらないっていう、うん、ところだから、それをどうするのかっていうところですけども、うん、でもあのそういった指導者の方も一緒にですね、あの簡単なものでも、僕も新聞紙でこうやって丸めるような伝説の映像ありますもんね。やりました、こうやって新聞。あれ試してみましたけどね、うん、あんなにできないですよね。なかなか丸まらないですよね。そう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 。まあでもまさか、まさかここであの伝説の動画が読んだ後に、はい、すいません、ちゃんと読んで、読んだ後に、ちゃんと読んだ後に、はい、英字新聞ですけど、うん、そうそう、これをクマセンターを掴んで、そう、あ、掴んで、そう、以上だ、これもあれだけど、いや結構まあまあきついですよね、アスリートでも結構ですよね、これだけでもかなりの運動量というか、うん、え、ちょっと見えなくなるぐらいまで、まあ、手が大きいんでってなかなか、そう、いかがでしょうか、ちょうど、いや、いいと思います。悪くない、これ手ってみんなね、握力、はい、こっちしかやらないでしょ、はい、でも開くのも閉じるのも、これいろんな動きなんです、指って、確かに、はい、これだけやってもね、はい、
まあ、生活に役に立つどうかあれですけども、いろんな方向を動かした方がいいに決まってますね。確かに今の動きでも小指から薬指が全ての指にアクセスして全方向ですね、開くのと。あとこの指の間、はい、もうパンパンになりますよ、はい、確かにもうこの辺にこれだけだと開かないですか、こういう。はあ、なるほど。しかも握りながらこの辺で押さえながらなんかやったりとか、はい、同時に2つのことやってますから。確かに。で、認知機能にも多分いいと思うんですよ。まあこんなんでも家でもね、まあ新聞がないんで、はい、あの最近ね、読んでから皆さん新聞は読んでから新聞紙じゃなくてもいいですもんね。いや、いいと思いますけど。何かね、一番これが本当はいいんですけど、新聞基本的な、うん、もうこれすらもうスポーツだってことですね。まあスポーツというかエクササイズ、エクササイズですね、こういうの。ああ、かなりもうね、あんまり感じたことない手のこの甲側の筋肉が結構刺激されてもう負担がかかってるんだよね、うん、なかなか日常では感じられないこの刺激ですよね、うん、鋭敏になりますね、なんかね、すで、うん、にこの1枚丸めただけでも、うん、ちょっとモルフシンメソッド体感できてすげえ嬉しいんですけどまさか一緒に新聞紙握れると思わなかったね。ありがとうございます。なんかやっぱりこうやってみないとね、はい、言ってても分かんないんで。そうなんですね。言う人はね、いますけど、ああ、高井会長みたいにやって見せない、見せる人がたくさん増えるといいです。そうですね。僕からも一個ちょっとアドバイスいいですか。なんか僕もこれと似たような感覚で、あの電気のボタンとかあるじゃないですか。毎日こう、うん、お家帰ったらつけるじゃないですか、うん、ああいう指で行う作業を毎日違うポジションでやるようにしてたんですよ。今日はここ、うん、明日はこことか、うん、それを毎日変えてると、うん、全部こう手のひらで触るような感覚で物を扱えるようになってくるんですよ、うん、でこの意外とこの指って器用で自由に扱えるじゃないですか、うんうんうん、でもそれ以外の場所って意外と不吉祥じゃないですか、うん、これでやるのが難しいですよね。ああ、だからそれを毎日いろんなとこ使ってると数指で全部指になってくるんですよ。できない人いるんじゃないかな。結構できない人いるんですよ。こう押さえてここだけ押すって結構、ああ、なかなか難しかったりとか、ここは全部押さえて、はあ、ここだけでこれをこうやってやるの難しい。こう一瞬動きやすい、こうやって動きやすいんで、そうそうそう。結構トレーニングしましたね、なんかね。あ、いいですね。小指だけ動かすとか、ね。あ、いいですね、うん。これもなかなか薬指が一緒に連動しちゃったりするんですけど。そうそうそう、いいですね。これだけでも結構スポーツに対する何ですね。うん、頭のエクササイズになりますね。使い方としていいですね。いや、ちょっと楽しいですね。これ8時間ぐらい喋れそうですね。なんかね今日はちょっと時間がないということなんですけど、最後にあの長官から、うん、あの全ての日本のこれからあの体を通してですね、肉体を通してこう地球を楽しんでいきたいという人たちにメッセージをお願いできますか。はい、今日はあの武井会長とご一緒させていただきました。まあ、日頃より、ね、あの武井会長はもういろんな幅広くもうあのスポーツの進行に本当に寄与されて本当に感謝申し上げます。ありがとうございます。で、皆さんにおかれましてはまた日頃よりもコロナで本当に今大変 でなんかあの暗いニュースも多くてですね、うん、あのいう状況ですけども、あ、まあ、時折やはり体を動かしたりとかですね、やはりいいご飯も食べたいでしょうし、よく眠りたいでしょうし、まあ、あのそういう意味でも体を、まあ、気晴らし程度でもいいと思いますので、簡単なエクササイズなどを行ってですね、あのより良い生活、ね、送っていただきたいなというふうに思います。我々も少しでも皆さんのお役に立てるように、あのまたスポーツ庁で精一杯させていただきたいと思います。ありがとうございます。ということで本日のゲストは現スポーツ庁長官室伏広治長官でございました。どうもありがとうございました。いつか長官を倒せるように私も頑張ります。ありがとうございます。親子でお世話になってこちらこそ妹さんにもお世話になって、ありがとうございました。いやね、親父のやつが面白くてね、僕なんか、うん、ついに室伏と対面みたいなあれって僕は約束してないから、きっと一人でなんかされるのかなと思って戦ってるのかなと思って、でそれ興味深くて見てたんですよ。でピンポーンとか、あ、鳴ったぞとか言ってここも一人全部ずっとお一人でね、はい、演技されなかったと思ったら親父が出てきた。親父聞いてなかった。なかなか出ないですよね。言わないですよ、お父さん。あ、そうですか。そういうの全然聞いてなかった。聞いてなくて突然出てきてもうびっくり。
でもお父様のやっぱり理論も話はどうでした？本当にあの本当にスポーツやる人全員聞いた方がいいと思う、うん、あのものなんだけど、なかなかやっぱり表に出てこないじゃないですか、うん、やっぱこれは本当に残しておかないといけない、うん、これも武井さんの使命だなと思って今後も掘り尽くしていこうと思ってますんでよろしくお願いします。なんか冗談とか言ってました？冗談たくさん言ってましたよ。そうだね、あとあの室伏広治漫談が僕より上手だったあ、そうですか、はい、やっぱ伝説を赤ちゃんの頃から知ってるから、僕が聞いてた伝説以上のやつがいくつか出てきたんですよ、お父さんから、うん、生後なんか生後3ヶ月ぐらいで走ったっていう伝説が出てきたんですよ。なんかボールがポンポンっていっちゃって、走るでしょうね、よちよちするかと思ったら走ったらしいんですよ。すごいですね。あとなんか3週間で懸垂したとか、あそれも実話だった。3週間3週間でしたっけ、何ヶ月だろう、何ヶ月か、何ヶ月でしたっけ、なんか懸垂したっていうんですよ、物干し竿にぶら下げたらっていう、 そんな逸話がたくさんあってね。今後もちょっと僕もあの物干し伝説増やしていきたいんで、ぜひまた今度よろしくお願いします。はい、撮影は以上でございます。ああ、そうですか、ありがとうございます。ありがとうございました。見ます、さーっと。あ、はい、もう一回で、まあ、いやー、お疲れ様でした。室伏広治スポーツ庁長官との直接対決が終了いたしました。まあ、直接対決というよりも、なんかね、やっぱりね、まだ倒せないなと。はい、まだ彼とはちょっとドローが続きそうだなと。むしろね、あの戦うというよりもガシッとこう手をつないで今後も日本のスポーツを引っ張っていけたら嬉しいなっていう、そういう気持ちにさせてくれましたね。スポーツ界のキングボス、はい、ジャイアントボス、室伏広治長官でございましたね。いや、でも本当にあの、なんだろう、ご自身はね、あの世界でオリンピックで金メダルを取る、特に日本人の不得意とするね、あのパワー系の種目ハンマー投げという競技で、あの世界一を獲得するまで活躍された室伏広治長官ですが、うーん、今は本当にあの日本全国すべての人があのほんの少しでも体を動かす、そして体を、まあ、健康に保つ、そういったところにまで、気を配られてですね、スポーツを通してすべての人の、人生を幸福に導くという、そういうお仕事をされてるんだなっていうのが、ね、よくわかりました。私もあの競技スポーツのみならず日常からですね、今後も体をたくさん動かして地球をエンジョイしたいなとそう思っておりますので、ぜひ皆さんも、我々と一緒に、室伏広治長官と一緒に人生の中に少しでもスポーツをというね、1日に10秒でもいいよと、10秒あったら 200m 全力で走れますから、皆さんもぜひね、そのあたりからスタートして、これからも地球を楽しんでまいりましょう。ということで、武井壮 vs 室伏広治の初対戦は今回もリアル対戦ドローでございました。どうもありがとうございました。それでは百獣の国、またお会いしましょう。さよなら。